オリックス三五楽天17日京セラドーム大阪長期遠征を終え本拠地京セラドームに帰ってきての初戦だったがオリックスは終盤に周年の攻撃を見せたただ今季2度目の4連敗となった写真10点満点フライを候補する紅林のポーズがすごい打線は相手先発の早川に4回まで無安打に抑え込まれてしまう 5回に西 2, 2塁から、昇格速スタメンとなった大田の中前敵地打が飛び出し1点を返した。試合前時点で4試合連続1得点、7回まで1点だったが、8回に福田が西 2, 2塁から敵地打が生まれ、5試合ぶりに複数得点となった。そして、続く紅林が同点打を放ち、試合を振り出しに戻した。先発の田島は力投した。初回は三者凡退。 2回は一死一三塁から辰美と勝負。完全に打ち取った当たりだったが、飛んだ位置が幸いし、先制の遊撃内野安打となった。5回は一死満塁から村林にうぎひを打たれ、追加点を献上した。この日の田島は粘り強い投球を披露し、7回3分の1を投げ、8安打3失点。先発投手の役割は果たした。同点の9回にはドラフト5位、高島、 王子が登板。一支満塁から村林に勝ち越し打を打たれてしまった。月間打率083の頓宮が出場選手登録を抹消され、打率206と不審の西川もスタメン落ち、2番森、4番中川というスタメンを試した。4試合連続1得点の現状を何としても打開したい中で、ようやく打線が繋がり出した。